はいどうも、今日も箱庭の歌続きやっていきたいと思います。本拠地向かっててのところか。それから数分後、僕とコナミは本拠地に到着した。僕たち以外はもう全員揃っている。当然小鳥の姿もあった。なんか小鳥が本拠地にいるの久々な気がするな。遅かったじゃない、何してたの？来る途中でコナミが森崎に迫られていたからさ。僕はさっきの出来事をみんなに説明した。まあそれもいいかもね。あ、コナミがあれか、あの森崎の最多祭の出し物グループ展に行くみたいな話か。確かにクラスメイトにも友達がいた方がいいだろう。来年になったら今みたいにいつも俺たちと一緒というわけにはいかなくなるからな。高校は本当だしね。本当だしね。それはそうかもしれんが。お、なんか服があれみたい。なんて言えばいいんかな。名前出していいのかな。まあ出してもいいか。ミクちゃんみたい。じゃ、とりあえず俺たちはピヨピヨを見つけてくればオッケーってことだな。そういうや否や、夏希は立ち上がって外へ飛び出した。涼介も来い。僕の手を掴んで。ちょっと、話し合いはどうするのよ。やってていいぜ。もう、何よそれ。伊月に文句を言われながら、僕たちは本拠地を後にする。ちょっと夏行き、話し合いはいいの？大丈夫。話し合いったって、そんなに話すことないだろ。いや、そんなことはないんじゃない？っていうか、難しいこと話されても理解できないし、その辺は歩みに任せときゃオールオッケーだろ。まあ、夏雪は下手に口挟まない方が話はスムーズに進みそうだけどさ。ほらな、そういうことだよ。わかったか？一応、馬鹿にしてるんだからな。もう、馬鹿にされてることすら気づかない馬鹿みたいな。よし。とりあえず二手に分かれてピヨピヨを探そう。そんなに簡単に見つかるかな。だから二手に分かれるんだろ。じゃ、適当に探し回ったら本拠地に再集合な。そう言うと夏行きは勢いよく走り始めた。あっという間にその姿が見えなくなる。あんなスピードで走ってたら見逃しちゃうだ。そんなスピードなの？全力疾走してんの？もしかしたら夏雪はただ走り回りたいだけかもしれない。まああいつのことは放っといて、僕は僕でひよこを探すことにしよう。とはいえひよこの居場所なんてちっとも見当がつかない。あ、そうだ、あれか、ひよこが微弱な敵と同じオーラみたいな出せるからってこと？あのラジオがあればもしかしたら見つけられるかもしれないな。でもラジオは本拠地に戻してしまったので手元にない。戻るか。もうこれあれ？戻るかっつって戻ったら夏雪が連れてきたパターンじゃねえの？面倒だが闇雲に探し回るよりは得策だろう。ということで僕は本拠地に戻ることにした。来た道を戻り、一人本拠地を目指す。しばらく歩いていると道の向こうからふっふっふ、大野さんじゃありませんか。ご機嫌な様子の大野さんが現れた。おお、涼介じゃないか、元気してる？ええ、まあ。え、何そのちょっと呆れた感じの顔は。
いや、別に。一応、ひよこやクリスさんや大野さんにとって、大野さんって公にされてない組織の人間だよな。でもこの人にそんなことを言っても、またどうでもいい会話が始まるに違いないから、何も言わないことにした。別にあれなんじゃないの？組織っていうことを隠しとけばいいってだけじゃない。違う。もうその人が、外に出ちゃダメなの。まあ、でも機密情報とか持ってたら、あれか。あんまり人目に出ちゃいかんのかな。で、こんなことで何やってんの？こんなとこじゃねえか？これは。こんなとこで何やってんの？ひよこを探してるんです。なんで？まあ、いろいろあって。大野さんは何やってたんですか？え？何ってお前、俺の仕事内容忘れたの？お前の護衛だよ。全然そんなことしてるようには見えなかったんですけど。そんなことねえって、ちゃんとお前の護衛してたし、誰もアニメの再放送とか見てないし、サボってんだこいつ、連ドラとか見てないし、テレビ付けじゃないっすか。見てねえって言ってるだろ？ま、どっちでもいいんですけどね。正直、この前の球技大会のこともあって、クリスさん、というか、クリスさんたちの組織に対する恐怖心はほとんどなくなっていた。でも、そういうことなら俺に任せておけよ。すぐここにピオちゃんを召喚してやん。召喚できんのか。すぐここにピオちゃんを召喚してやんよ。え？どうやって？すると、大野さんは携帯を手に取り、どこかへと電話をかけ始めた。ああ、もしもし、クリス？俺俺、そうそう、田中。なんか前も田中って言ってたくね。で、今日はクリスちゃんには用事はないから、ピオちゃんと代わってくんない？え？何？怒った？怒っちゃった？めんごめんご、クリスちゃんは今度ちゃん、クリスちゃんとは今度ちゃんと遊んであげるからさ、許してちょ。電話越しにクリスさんの叫び声が聞こえてくる。毎回毎回おちょくられて、それでもその度律儀に怒り続けられるのも一種の才能のようにすら思えてしまう。あ、ピオちゃん、大野だけど、今俺がどこにいるか大体わかるでしょ？こっちの携帯の逆探とかできるはずだし。え、何？基地局しかわかんない？ GPS とか使えばどうにかなんじゃないの？時間かかる？いやいや、ピオちゃんならきっとどうにかできるはず。信じてるよ。つうことで、10分以内にここに来てくれよな。そうないと、俺の携帯のピオちゃんの恥ずかしい写真フォルダが火を吹くぜ。なんでお前そんなもん持ってんだお前。あ、切れちゃった。そりゃ誰でも切りたくなりますよ。まあ、でもこれで10分以内にここに来ると思うから安心しな。はあ。じゃあ俺は、徹子の部屋。え？徹子の部屋言っていいの？徹子の部屋見ないといけ。ああ、そういうこと？重要な任務があるから、これにて失礼する。アリュー。そう言うと、大野さんはパッと消えてしまった。大層な任務だな。さてと、本当にひよこがここに来るかはわからないが、10分の間は待つことにする。もしひよこが来たら、聞きたいこともいくつかあった。直射日光から逃げるように、日陰に隠れて待っていると、10分と待たずにひよこがやってきた。大野はどこです？大野は、ガチで写真撮られてんのかお前。いや、テスコの部屋を見るって言って帰っちゃったけど。あんな畜生や、鬼畜野郎は。りょうすけさん、はい。ひよこの恥ずかしい写真、見てないですよね？見てないよ。っていうか、なんで大野さんはそんなの持ってるの？気になるなぁ。りょうすけさんには関係ないことです。プンプン。大野め、今度会った時が貴様の命日だ。覚えておくですよ。ここにはいない大野さんに向かって、ひよこは一人悪態をつく。
で、大野がひよこに何の用なのか聞いてます？ああ、いや、用があるのは僕の方。へえ、何です？は、まさか。こんなところで告白ですか？いやいや、するなら小鳥ちゃんにしてるよな。ちげえよ、なんで僕が。じゃあ何です？さっさと言ってください、ひよこ。これでも忙しいんですからね。あ、そうなの？任務とか？勉強です。勉強するんだ。あなたたちと違って、ひよこはエリートな教育を受けているので、1分1秒無駄にできないのですよ。ひよこが？ああ、信じてませんね。ひよこ、これでも高等学校のカリキュラム、もう終えていますから。え？本当に？高等学校ってことは高校か。当然です。ひよこからしたら朝飯前です。なんたって、ひよこは、将来立派な科学者になるんですから。そうだったんだ。中1だっけ？中1だったっけ？でも高校3年間終わってるのか、すげえな。って、何の話になってるですか、もう。さっさと要件を言ってください。ああ、うん。僕は森崎と小波の件をひよこに話そうと思ったが、嫌だって言われておしまいだろうな。そう思ったので、本拠地まで連れて行くことにした。ま、とりあえずついてきてよ。そこで話すから。誘拐犯みたいなセリフですね。確かに。当たらずとも遠からずだな。本拠地に到着する前に、僕はいろいろ聞きたいと思っていたことを聞いておくことにした。ひよこ、この前 RCH に所属していた時もあったって言ってたよね。え？ああ、はい、そうですけど。どういうことなの？イリナさんとクリスさんが兄弟で争ってる理由もわかんないし。あ、やっぱそうなんだな。簡単ですよ。それぞれの親の方針に従ったんです。イリナは、イリナのお母さんについていきました。クリスはお父さんについていきました。ひよこは、お父さんの新しい奥さんとの娘です。なのでクリスと一緒にいます。うん。それは一応聞いてるけど、そうなんだね。RCH には数年前、半年の間だけいました。詳しいことを話しても、涼介さんじゃわからないと思いますから、割愛しますね。あ、そう。佐藤小鳥とは、その時に知り合って。まあ、なんだかんだ同じような境遇だったので、仲良くなりました。それからすぐに、ひよこは RCH と敵対することになったんですけど、そんな風になっても、小鳥はひよこを妹のように見ていました。ひよこも、どこかで小鳥のことをお姉ちゃんみたいに思っていたところがあります。ひよこたちは、ろくに学校にも通ってなかったので、友達っていうのがいなくて。だから、敵対し合っていても、どうしても仲間意識は抱いてしまいました。そんな風に思っていた相手が、自分のことを忘れてしまった。いやー、わかるわ、辛いよな。俺も嫌われるとかそんなのより、自分のことを忘れられるっていうのが一番なんか悲しいもんな。それはきっと、辛く寂しいことに違いなかった。まあ、でも今回、小鳥がひよこのことを忘れてくれて、すっきりしました。小鳥がひよこの知ってる小鳥じゃないなら、ひよこは容赦なく小鳥の邪魔ができます。ああ、逆に吹っ切れちゃったんか。そういったひよこの顔にはまだ寂しさが残っている。きっと本当は思い出してもらいたい。そう思っているに違いない。小鳥の記憶が戻るといいね。は？話聞いてました？戻った方がいいよ、絶対。
絶対その方がいい。ひよこはしばらく黙り込んだ後、そう、かもしれませんね。うつむき加減でそう声を漏らした。ということで本拠地到着。おー、両人、早かったの。よく簡単に見つけられたな。ひよこちゃんだっけ？小鳥と親戚だっていう。親戚っていうか、親戚みたいなものってエリナは言ってた。あ、まあまあ、まあ、近からず遠からずやな。なんかよくわかんないわね。なんでひよこはこんなところに連れてこられたんですか？僕は森崎と小波の件をひよこに説明する。じっと話を聞いていたひよこだったが、こっちが説明を終えると、嫌に決まってます。なんでひよこがそんなことを。当然のごとく拒否した。ほら、ピオちゃんもそう言ってることだし、マリンちゃんのお誘いはなしということで。いやいや、そんなに簡単に諦めていいわけなかろう。おお、夏行きだったか。入り口から夏行きの声が聞こえてくる。おかえり。ただいま。ていうか、ピヨピヨ見つけたんならすぐ連絡しろよな。ああ、ごめん、忘れてた。まためんどくさい人が増えました。これ以上面倒ごとに巻き込まれる前に、ひよこ、帰ります。ひよこは立ち上がろうとしたが、夏行きに肩を押さえつけられる。まあ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 、お茶ぐらい飲んでいけって、な。そんなこと言って、ひよこが参加するって言うまで帰らせない気ですね。まあ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 。ほら、いづき、何やってんの？お茶だよ。お客さんにお茶。なんで夏行きに命令されないといけない？うわ、お前空気読めねえな。そこは空気読めや。じゃあ俺が入れるから、いづきが代わりにピヨピヨ押さえといてよ。いいわよ、私が入れるから。あんたが入れたお茶なんて飲ましたら、参加するどころか。きっと一言も喋れなくなっちゃうもん、その子。平気だもんな。ちぇ、せっかく夏行き特製、蛇殺し茶を飲ましてやろうと思ったのに。明らかに毒っぽい名前なんですけど、一体何を飲ませるつもりだったんです？まあまあまあ。そんなこんなで数分後、伊月の入れたお茶がテーブルに並ぶ。怪訝な顔つきでそのお茶をじっと見つめていたひよこだったが、伊豆姉のお茶は美味しいの。飲食物の腕だけは確かだからな。だけって何よ。みんなが当たり前に飲む姿を見て、どうにか口をつけた。あ、美味しい。当たり前よ。この私が入れたんだから。その辺のお茶と一緒にしてもらっちゃ困るわ。ということで、ピヨピヨさん、代金の方がですね、39,800円になります。金取るんですか？ええ、カードの方は、取り扱っておりませんので、現金のみになります。そんなお金持ってるわけないです。あら、それは困りましたね。ということになりますと、労働してもらわないといけないことになっておりまして、今ですとこちらのコナミと一緒に労働プランがおすすめとなっております。やっぱりそういう魂胆じゃないですか。兄上、嫌がっていることを無理強いしちゃいかんよ。そうですよ。もう帰ります。ひよこは立ち上がって出口を目指す。まあ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 。その手には乗りません。帰るったら帰ります。夏雪の手を振りほどき、ひよこはドアを開けた。マリンちゃん来るんじゃね？すると。あ、来なかった。雨？急に大粒の雨が上空から降り注ぎ始める。おやおや。こんな土砂降りの中、ピヨピヨちゃんは帰ると？ぬぐー。もう、意地悪するのやめなさいよ。
どうせにわか雨だろうし、すぐ止むんだから、それまでここで雨宿りしていったら。でも、ひよこは止みそうにない雨を見つめながら、しぶしぶうなずいた。仕方ありませんね。そうさせてもらいます。はーい。じゃあ今日はこの辺にしようかな。このま、この調子だと多分参加するよな、ひよこちゃん。なんか参加しそうな気がするな。で、結局どうなるんだろうな。コナミとマリンちゃん付き合うのかな。付き合うまではいかんでも親友みたいになるんじゃないかな。コナミが付き合うのはちょっとってなって、マリンちゃんがいやでも付き合いたいって言うけど、コナミちゃんがどうし、もう親友までならみたいな。そこで手を打つんじゃねえかな。それでは、ここまで見てくださった方、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。